揺れるな、なびくな、たぶらかされるな。はあ、出だす。ありがとう。堀江、何？いや、言ってもと。してみる。俺も約束破ったから大丈夫。それと俺、キスも初めてです。じゃあなんであんなにうまいの？何を調子に。木島くんなど勉強の次だよ。堀江にとってうまいキスならよかった。言わない。筒井さん、あの小早川さんいるかな。ちょっと俺用事があって。いないし。おい、こら、あんなにちょっかい出すなっつってんの。あんなは私みたいなのと仲良くしてくれるいい子なんだから。私だってあれ、もういい！キモいキモい！唇臭かった！いや、ごめん。つかさ、閉園時間だよ。もうすぐ、閉まっちゃう。行こう。出会ってから、あっという間だ。でも、つかさなら大丈夫。どこへ行ってもちゃんとやれる。私が保証する。ごめんなさい。今のは、意地悪だった。いや、好きなところだよ。ちゃんと。アイラ。ねえ、つかさ、私、とっても幸せだった。そろそろ夢の時間は。俺は泣き顔はじめ、ありがとう。私のために泣いてくれてありがとう。何？王様って子供じゃないか。世は少々太陽には飽きたのだ。降らせよ姫。世は雨に。ふざけんな。この世はお前のおもちゃじゃないんだ。話せ話せ。あいつに人生の厳しさを教えてやる。なんと野蛮だ。これから俺の人生。本当はただ怖い思いしてたんだな。それでお前に助けられて、こんなにも不安を抱えて震えてる。思ってなかった。それにな、太陽王じゃないお前なんて見まぐる。世界を私に連れてくる。千早さん、千早さん、大丈夫？すみません、ちょっと疲れてて。ああ、夏のイベントが近いんだ。風邪ひかないようにね。何？形容しがたいです。なので動作で表現して差し上げました。どうもありがとう。本当ごめん。これなんだと思う？バンリーのプレゼント。違う。じゃあこれはね、エッフェル塔。これが？
私たちは今宵ようやく大人のカヌケノになりぬるのろう。だから分かってよ、分かりなさいってば。ココ、ちょっと待って待って。待たない。ココ立花芽衣さん、どうも。いや、こっちも、その、間違えて。友達なんて、私には不必要。大丈夫、愛してる。え？どういう運命かわからないけど。言ったな。私は、メイ、あなたのことが本当に。風がきついな。メイドのことあいつらに言おうと思う。嘘。ほら証拠。うわぁ！ほら、何堂々と乗ってんだ。あゆざわが来た。